借金連れてきてもらいました。はい。なんかわかんないけど前髪とかなんだかびしょびしょだよ。いや今日ね実は友達と遊んぽうってなって、うんうん、大雨じゃん。今日雨だったもんね。で私傘吹っ飛ばされちゃって、うん、壊れちゃったの。うん。でそしたらびしょびしょになっちゃって途中で買ったんでしょ。でも買った、うん、けどすっごいびしょびしょで、うん、私服で行ったんだけど、うん、ズボン全面びしょびしょで色変わって、うん、でパーカンパパの借りたんだけど茶色のお気に入りで着てるんだけど、うん、びしょびしょになって友達に学校のジャージを借りた、うん、今ねジャージでこれの下がねジャージでねしかも私の高校なんです。高校のお友達なんで辛い。そうそう、だから今ね隠してんのよ見えちゃうから。下のもう上下セットでジャージ。そうなんですよ、やばいですよ。ちなみにこれね、髪の毛一応巻いてきたの。見てこれ何にもこれも枝毛がすごいぐらいだよ。これ見えなくない。うん、首なしかちゃ。そうで、ちなみにこれママの上着だから、だからでかいの。で、茶色のパーカーそれ着ようと思ったんだけど、うん、お尻が乾かなかったから。そうね。で、ママすごい薄着で寒いです。うん、で、なんで、なんか100均連れてきてとかしたじゃん、かわいいね。新学期始まったからね。うん。あ、ちょっと行こうって。意味がわかんないんだけど。だから、うん、新学期始まったから、うん、先行こうって。そう。そのまんまよ。いや見て、うん、こんなの売ってる。すげえ800円だ。すごくないでも、うん、これなんか使うのあったら、うん、買おうと思います。はい、かわいい。よし、あ、ほんとだ。よくまる私の、うん、私の好きな人、うん、これ超好き。この子、うん、これアクリルマグネット、うん、欲しいんで、うん、何本選んでください。あ、これランダム、まあね、4個あるから、うん、よかった。はい、2番目。はい、なんかさ、うん、偽物感すごくない。え、見て見て、鼻じゃない。鼻がさ、あと目が離れてんだよ。あ、そっか。え、なんかさ、え、で、あれが違うんだよ、口がね。いや、そうだけどさ、だから大きくなっちゃったの。うん、これにする。うん、うん、そろそろいいですか。学校のものとか買った？買ってなくない？買ったよ。買った？そう。はい、じゃあレジ行きましょう。はい、レッツゴー。はい、車戻ってきました。我慢できないので開けます。まず1つ目がじゃん、ファスナーケースです。どっちもバツ丸くん言うので買っちゃいました。なんてね、 SM じゃじゃーん。そしてじゃじゃーん、かわいいですね。よかったですね、うん、どちらにもケロッピもいるし、うん、で続いてはこちら。じゃあスマホケース透明の、なんで買ったかっていうと、はい、つけたいのがあって、うん、じゃーん、スマートフォン背面フックパーツとそれにつけるチェーンを貼り付けようと思って。うん、面白いね、これなんだね。そう、やめてよ。こんな感じです。はい、続いて何紹介したか忘れちゃうから出しとくね、一回。うん、浜の眉毛です。はい、アイブロウペンシル。で、これめっちゃ可愛かった、五花堂のあのしんちゃんのさ、やつで、うん、佐藤ここの角ってあるじゃん、うん、それのビニール袋。うんとだ、横にして、それちょっと佐藤ここの角、うん、とだ、可愛い。デザインがこんな感じなの。私手ぶらで学校行くこと多いからさ、やめてよ。この袋一枚あったら楽だなと思って。続いてじゃん、これはクーのリンゴ、明日学校に持ってこうと思って買いました。続いてこちらじゃん、食べっ子水族館、これもなんか安くなってた、うん、80円とかなってたんで買いました、うん、賞味期限が近いからだと思うんだけど、うん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 、めっちゃ気になってたんで、うん、買ってみました。で続いてこちら、こちらは多機能スマホリング、これはパパのねスマホカバーがリング付きだったんだけど、そのリングが壊れちゃったから貼るようにね、うん、買いました。でパパのスマホケースは黒だから黒にした。続いてこれ、これキティちゃんのピン止め、うん、これは学校に、学校行く途中とか、うん、前髪センター分けにした時とかにさ、あ、はいはいはい、ギリギリまでつけとくってことね、無理、かわいい、ね、こうなってるよってこと。あ、そういうことね、はい、かわいい。落としたから今
あと拾いましょう。あとでやるからいいよ。消えました。でラストはじゃん、これママが選んでくれたアクリルマグネットでございます。はい、松丸くんでか、なんか形でわかんないかな。あ、形違うの、みんなわかんないけど、じゃあいきますよ。はい、狙う松丸くん、キロキロキロッピ、いきます。せーの、じゃん。あ、シナモン。お、シナモン、かわいい、あ、かわいい、かわいい、かわいい。あ、よかったよかった。僕はシナモン、うさぎじゃないもん、男の子の子犬だもん。男の子の何て言ったの。男の子の子犬だもん。あ、これ犬なの。犬なのって言い方やばいね。知らなかった。うん、かわいい、ありがとうございます。はい、よかったですね。でもよかった、推しで。うん、私ね、自分で買うとね、本当にポチャッコ運が半端ないの。ポチャッコも可愛いけどね。可愛いんだけど、ポチャッコとタキシードさんは当てがちなの。あとキララちゃんとか、うんうん、だからありがとうございます。はい、ということで、あ、これも学校に使おうかなと。学校でどうに使うの。どうにか使おうかな。いや、学校のもの買いに来たわけじゃん。そうだよ。だから学校で使おうかなと、うん、ということで、今日は100均でお買い物でした。はい、ありがとうございます、買ってくれて。いいえ、いいえ。で、明日も学校あるのでね。そうだね。新学期も始まって、まあ、明日もドキドキだけど、うん、楽しみです。はい、楽しんでね。はい、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。